ポンデュイコール社島は、フランス、オーベルニュローヌアルプ地域県、ピュイドイコールドーム県のコミューン、クレルモンフェラン都市圏に属する。コミューンを流れるアリエ川クレルモンフェランの東1 4トルのところにあり、アリエ川が流れる。町は、クレルモンフェランオーベルニュ空港から数キロメートルしか離れていない。町は中程度の地震帯に属しているが、 これはこの地域にある県の多くのコミューンと同様である。2006年、考古学の発掘調査によって、新石器時代の住居跡が発見された。ポンデュイコール社島には、豊かな歴史がある。これは何、世紀にもわたって、アリエ川沿いの河川貿易の主要都市だったためである。町は、クレルモンフェランの主要港であった。布団、木材、石炭、ワイン、 ボルビック石が通過していった。コミューンの舎島は、ジェボーダンの貴族モンボアシエボーフォールカニヤック家のものだった。現在の舎島には、アリエ側及びドール側の元船長であったピエール、モンダネルの博物館があり、河川貿易の興味深い歴史を復元している。フランス革命後の国民公開時代、町は、ポンシュルアリエと改名させられていた。 ソースイコール1999年まで LDH, イヘス、カジニー2004年以降 i NSEE。ありがとうございます。